熊本地震海外の反応。台湾の大手金融グループ、義援金3400万円寄付。台湾の大手金融グループ、中国信託金融ホールディング、CDBC は18日、熊本地震で被災した人々の救援や被災地の復旧のための義援金として、傘下の中国信託商業銀行、大北一と東京スター銀行、東京都が計1000万台湾元、約3400万円を寄付すると発表した。CDBC の菅文孝当事長、会長は、代費の関係は長きにわたり良好で、政府や民間の交流が頻繁なのはもちろん、同グループと日本の縁も深いと指摘、双方の熱い友情に基づき、熊本県の被災者に1日でも早く普通の生活を取り戻してもらうために援助を行うべきだと感じたと強調した。2011年の東日本大震災の際にも、CDBC の創業者で親日家として知られた胡錬昭氏が1000万元を寄付していた。このほか、東京スター銀行は従業員を対象とした義援金の募集を開始する予定だという、民の声に続く。Thank you.